田植え体験を通して農業の大切さを知ってもらおうと、唐津市にある小学校の児童が自分たちで育てた苗を水田に植えました。唐津市の平小学校では農業の大切さを知ってもらおうと、30年以上前から毎年田植え体験をしています。今日は3年生から6年生の児童合わせて21人が参加。地元のボランティアグループの手本を見ながら、およそ7アールの水田に4月に種まきし育てた20センチほどの苗を植えました。地域の方々がとても優しく教えてくださったので、上手に植えることができました。平にしかない世界一のお米を作りたいです。去年よりうまくできたので、もっと美味しい米ができると思います。みんなが笑顔になれる美味しいお米ができたらいいなと思います。米は8月下旬に収穫し、おにぎりを作ったり文化祭で販売したりする予定だということです。